秋田の最高気温は25度前後。秋だなぁと感じます。朝方は13度前後になり、服装も秋服仕様に。おやおや？網投入。平常心。ん？何やら魚影が。日常茶飯事。集中力が切れるといろいろな意味で危ないので避けるのが無難です。自分が先行者なんですけどね。別の日、海や川は誰のものでもないのですが、一度ああいう風に網の中に入ってしまうとしばらく居続ける傾向があるので、今日は場所を変えます。行くたびにサーフの地形が変わっています。それが当たり前のエリアではあるものの、釣れるポイントを絞るのが大変です。とにかく乱岸していい流れを探しに行きます。釣れた時の流れを発見しました。地形の変動が少ないエリアであれば、この場所に行けば釣れるなどとポイントも絞りやすいのですが、今年は川の流れ合わせて堆積物なのでかなり流れが複雑です。昨日釣れた場所で今日も釣れる保証はありません。ただここ数ヶ月の流れで気づいているのは、シーバスが際に寄ってこないということ。さっきの網に入るような状況というのは、本当稀だと思います。ほとんどが沖でのヒットです。ヒットはやはりスイッチヒッターのこの城。これさえ持っていれば釣れない人も釣れると思います。ただシーバスが入ってくる流れを理解しなければ、どんなルアーを投げても結果は同じだと思います。その流れが分かるようになったのはロッドやリールを変えたからかもしれません。やはりこの時期のシーバス、とってもパワフルです。
やっぱりスイッチヒッターのこの城は最強ですね。特に今ここにこの城がいるわけではないんでしょうが、なぜか釣れるカラーです。ただこのエリアは両型は釣れるんですが、今年は量産できていない気がします。みんなが釣れるというお祭り騒ぎは今のところありません。またこの城にヒットです。レバーブレーキを使うまでもない感じですが、脱ではない気がします。そう、この日は2代目、3代目は立派にあなたを超えましたよ。亡くなってちょうど1年の日、スイッチヒッターこの城の強さを証明してくれたのであった。